こんにちは。ファーストステージの長内しおりと申します。今回は水戸市で開催された見学会のお家をご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。こちらご案内させていただきます。中の方でお願いします。はい、まず玄関の説明をさせていただきます。玄関で結構多くなってきているのが、お客さんの動線と、あと自分たちの動線として分けている方が非常に多くなってきています。こんな感じですね。で、背面に収納、靴、シューズ収納を多く設けているので、靴が多い方は結構おすすめな収納になってます。でこのまま玄関入っていただいてすぐのところにニッチを作ってます。でニッチの用途としてはたくさんあるんですけど、玄関の近くにあるとまず鍵が置けたりとか、例えば照明をつけていただければお花を飾ったり写真立て飾ったり、ディスプレイとしても使える、すごく便利なものになっているので参考にしていただければなと思ってます。はい、まずこのお家がすごく動線を考えて作っていただいているので、そちらのご紹介をさせていただきます。じゃあ入っていただいて、正面入っていただくとお風呂につながるようになってます。でそのままこちらの空間なんですけど、洗面脱衣室になってます。で洗面脱衣室で見ていただきたいのが、上にワイヤー式の物干しがついてるんですけど、今共働きの方が非常に増えているので、こういった部屋干しができるアイテムがあるとすごく便利かなと思います。でそのままこちらですね、キッチンにしていただいてつながるようになってます。でキッチンと洗面脱衣室をつなげる方法はすごくよくやります。でこの動線は奥様方に人気なので、ぜひ参考にしていただければなと思います。先ほど玄関でニッチのお話をさせていただいたんですけど、キッチンでもニッチを作ることができます。こちらなんですけど、このようにスパイスニッチって言います。調味料関係を主にしまっていただくような形になるかと思います。でそのままリビングにもニッチがありまして、こちらですね、入れていただいて、玄関の動線的にはだいたいこういったあたりに作るんですけど、インターホンとか給湯器のリモコンとか、リモコン関係をまとめていただくっていうので、インチを作ってそこにはめていただくっていうのもよくやります。でこちらに関しては、ニッチの対面にアクセントクロスで好きな色を入れていただくと、結構毎日見る空間なのでおすすめかな、可愛くしていただくのはおすすめかなと思います。次に2階のお部屋のご紹介をさせていただきます。まずこちら見ていただいていいですか。何かというと、ペット用の出入り口がついている扉になってます。でこのような形でペットを飼われている方も、こういった扉付きのものが、商品があるので、ぜひ参考にしていただいて、つけていただければいいかなと思います。この感じですと、はい。で、そのまま中に入っていただきます。はい、こちらですね。キリング感が今してるんですけど、フローリングのご紹介になるんですけど、基本的に標準でできる台形のルームアートっていうフローリングを使っていただいてます。でこちらのお色味なんですけど、ライトウォーカーっていう少し明るめの色を使っていただいて、全体的に統一していただいてます。でもう一つの部屋をご紹介させていただきます。このままお願いします。でこちらですね、こちらの部屋もフローリングは同じメーカーさんなんですけど、お色味がダルブラウンっていう色になってるので、少し落ち着いた色で、こちらの窓枠とかフローリング、
色変わってるんですけど、先ほどの部屋と全然雰囲気が違うと思います。このような形でフローリングの色味を変えていただくだけで雰囲気だいぶ変わってくるので、こちらもぜひ参考にしてください。今回の物件紹介はこれで以上となります。ファーストステージのホームページに行っていただくと見学会の掲載がございますので、ぜひチェックしていただいて遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。サーフボードが似合う家にしたかったんですよね。存在感のある家を目指しました。設計士と話せば建てたい家になる。ファーストステージ一級建築士事務所。